ランベオサウルス赤は、景観を持つハドロサウルス科の恐竜の赤。ランベオサウルス赤のトサカの解剖学を示す、ダイアグラムランベオサウルス赤は、伝統的に、パラサウロロフス族とランベオサウルス族に分けられる。ランベオサウルス族のシノニムであるコリトサウルス族と、パラサウロロフス族という用語は、エヴァンスレーズによる2007年のランベオサウルス、マグニクリスタトゥスの再記祭において、 正式な文献に登場した。コリトサウルス族は、パラサウロロフス、ウォーケリーよりもコリトサウルスカスアリスに近縁なすべての分類群と定義され、パラサウロロフス族は、コリトサウルスカスアリスよりもパラサウロロフスウォーケリーに近縁なすべての分類群と定義された。この研究において、パラサウロロフスとカロノサウルスは、パラサウロフス族とされ、コリトサウルス、ヒパクロサウルス、 ランベオサウルス、ニッポーノサウルス、オロロキカンがコリトサウルス属とされた。しかし、国際動物命名,名規約に基づいて、ランベオサウルスを含む属が、ランベオサウルス属と先に命名されていると、後に研究者が指摘し、コリトサウルス属という名称は、ジュニアシノニムとなって、定義のコリトサウルスカスアリスは、ランベオサウルスランベイに変更され、パラサウロロフス属の定義も、 同様に変更を受けた。さらに新しい研究で、チンタオサウルス属及びアラロサウルス属が登場した。1997年にホースターが、ハドロサウルス化を、ランベオサウルス赤とハドロサウルス赤及びその最もっとも、新しい共通祖先として、簡単に最初に定義した。1998年にポール・セレノが、ハドロサウルス化を、 サウロロフスとパラサウロロフスを含む最も包括的な分類群として定義し、後に疑問名でありながら、かの名前を代表するハドロサウルスも含まれるように再定義した。ホーナーらによる2004年の論文によると、セレノによる定義は、テルマトサウルスやバクトロサウルスといった、よく知られた他のハドロサウルスかの一部が除外されており、バクトロサウルスを最初から含む定義にする必要がある。 以下のクラドグラムはアルベルト・プリエト・マルケスラによる2013年の論文に基づく。ありがとうございます。